鶴の折り方の説明をします。白い方を上に向けて三角に半分に折ります。そしてこのままもう一度三角に半分に折ります。この時ギュッとしっかりと折り筋をつけてください。そしてこのように立てて、この間に指を入れ開いていきます。この時人差し指でここまで中に指をこう入れて、このようにするとくちゃっとならなくなります。そしてこの上の部分、ここの部分をずれないように手で押さえ、真ん中の筋、ここを一度潰してから左右のこことここを潰していきます。この時も折り筋をしっかりつけてください。反対側に向け、これを一度向こう側に倒します。倒す時ここの角がちゃんと折れるように注意してください。で、一度立て、先ほどと同じように、この中に指を入れ、ここの角に親、人差し指が来るように入れてから、この上の部分を合わせて、真ん中を一度潰してから左右、潰していきます。ここが、この部分がずれないように必ず押さえてください。で、しっかり折り筋をつけます。そしてこの空いている方が下に来るように一度置きます。そして一枚だけこちら側に倒し、この時もここが角がちゃんと折れるように注意してください。倒してから戻し、この真ん中の線に沿ってこちら向きに折ります。こちらが空いている方です。この線に合わせてこのように折ります。この時この端がこの線から飛び出ない、こちら側にはみ出ないように注意します。そしてしっかりと折り筋をつけます。反対側も同じようにこの線に合わせ、このように折ります。そして次はこの線に合わせ、こちらへ倒します。そして押さえます。そして広げます。反対側に向けて先ほどと同じ工程をします。一度これを反対側に倒してから、真ん中の線に合わせてこのように折ります。この線に合わせこちら側へ折ります。広げます。そして上の1枚だけをこのように上に広げて、先ほどつけた折り筋がこことここ、こことここについていますので、その折り線に合わせて
内側へ折っていきます。この端がくちゃっとなっているので中から指を入れて広げてください。折り筋をつけてあるので簡単に折れると思います。注意する部分は下の部分と真ん中のこの部分、上のこの部分がきっちり綺麗になるように合わせてください。そしてギュッと折ってください。反対側も同じようにします。そして裏返し、同じように1枚だけを上に上げ、折り筋に合わせて折っていきます。指の動きなどを参考にしていただければいいと思います。次は横を向けます。開いている方と開いていない方があります。開いている方の開いている方の部分を次は真ん中に沿ってこう折ります。開いている方です。開いている方の真ん中に合わせ上の1枚だけをこのように折ります。この時もここが細くなって折りにくいので注意してください。この時もギュッと押さえつけるようにしてください。反対側も同じように真ん中に合わせこのように折ります。縦で折りにくい人は横に向けて折っても構いません。反対側、裏側の方も同じように折っていきます。次はこの空いている方を下にしてこのように開け、こう持っていきます。持ち出します。この横の部分を開いてこうです。そして真ん中の線に合わせて中側へ折り込みます。反対側も同じようにします。開いてこのように持ち上に上げます。そして真ん中に折ります。この時にこの頭と尻尾になるんですけど、頭と尻尾の角度は好きなように合わせてください。私はこの羽の部分に合わせる角度が好きなのでこの羽の角度に合わせて折ります。そして一つを開き、一度手前に折ります。
こういう横から見るとこういう感じです。こうだったのをこうします。そして真ん中に、真ん中でこう折って潰します。そうすると頭が出来上がります。今この状態です。そして羽を左右に開き、この下の部分を上にグッと押さえ、軽く押さえながら、羽を左右に軽く引っ張りながら、下を上に上げながら広げると、鶴の完成です。これで鶴の折り方の説明を終わります。